ソ連空軍、ソビエト連邦空軍、ソビエト連邦空軍は、ソビエト連邦の空軍組織の一つ。略称は、VVS、もう一方のソ連の空軍組織として、ソビエト連邦防空軍がある。旧ソビエト人民委員会の協議会は、ロシア帝国時代のロシア帝国航空隊の後を継ぐ、形で、後に、ソ連空軍の初代指導者となる。 コンスタンチン・アカシェフの強い要求により、ボリシェビキを中心に1917年12月20日に空軍を新設した。1918年5月24日に、労働者、農民赤軍航空隊、税に改名され、象徴級に再編成された。初期、特に1930年代は、ソ連地上軍に習って組織されていた。設立後、空軍は、 ヤコフアルケン、あとに、ヨシフ・スターリンの大粛清で犠牲となるといった、カリスマ的、精力的な指導者らによって、装備の最新化、拡張が図られる。これによって、1930年代のソ連国内の航空機生産は飛躍的に増加し、この10年間で、I-15、I-16 戦闘機や、スポレフ SB、イリューシン DB-3 爆撃機といった、 航空機を保有するまでになる。最初の主要な実戦は1936年のスペイン内戦であった。ソ連、ドイツ両空軍が最新の装備で激しい空中戦を繰り広げたのである。内戦初期はソ連空軍の I-16 戦闘機があらゆるドイツ空軍の戦闘機対して各所で優越し勝利を挙げていた。しかし途中で ソ連が十分な航空機を提供しなくなったため、戦力不足のために戦績は著しく悪化した。フランシスコ・フランコ率いる反乱軍に BF-109 が支給されてからは敗北はより顕著となった。スターリンの大粛清によって行われた空軍階級の序列化も拡張する空軍組織の運用能力に悪影響を及ぼした。新たに設置された昇降階級は ヤコフ・アルケンに率いられ戦ってきた、大粛清以前のパイロットたちに比べて、戦闘経験が少なく未熟だったのでる。これを問題視したベテランの兵士たちは、将校らは、マニュアル化された攻撃、防御手順に、従順すぎである、と頻繁に主張した。1939年11月19日、赤色空軍,軍、名ン・ダークターとオブザレット・アーミー・エア・ホーセスに、再度解明された。 1933年から1938年にかけて、ソ連政府はそれまでの世界の航空戦力の戦績を塗り替える計画を立て、空軍に資金投入した。結果、空軍の技術的な進歩によって、実際にそれまでの戦績を塗り替えだけではなく、ソ連の社会化にも貢献した。ソ連の大衆メディアは、記録的な戦績を上げたパイロットたちを空造化し、 空軍は彼らを規則的に昇進させるだけではなく、ソ連の将来あるべき姿の象徴としたのである。1937年、スターリンは、バレリー・チカ・ロフラ3人に、史上初となる、ヨーロッパ発アメリカ機の北極横断飛行を実施する、よう命令する。同年6月20日、彼らは、経由地のアメリカ合衆国のバンクーバーで、スポレフアント -25 に着陸した。 一ヶ月後スターリンは、それまでに飛行記録を打ち破るべく、二人の搭乗員に出発命令を出した。同年7月には、グロモフ、ダニーリン、ユシマフラが南極経由で南カリフォルニアまで飛行し、無着陸飛行時間の記録を更新している。これらの飛行記録に対する大衆の反応は、好意的だった。メディアは彼ら飛行士を、ボリシェビキの文明騎士と称えた。 ソ連市民は航空の日に指定された8月18日を10月革命記念日と同じ熱意を持って祝福した。飛行士たちの功績への称賛は当時のロシア文学にも見受けられる。1937年夏の歴史的な両極横断飛行の成功の次に起きたのはスターリンによる大粛清であった。大粛清によって赤軍の16人の指揮官のうち15人は逮捕。 処刑された。空軍幹部の中からも3人から4人が逮捕され、処刑されるか更迭された。彼らが逮捕されたという報道は、それまでの歴史的飛行達成の報道と比べ、比較的小規模であり、そこにはソ連政府の意図的な情報操作があった。第二次世界大戦が本格的に始まる前の段階で、ソ連空軍はスペイン内戦と日中戦争で、 実戦経験を積んでいた。対独戦海戦前からソ連空軍はパイロットたちを訓練すべくソ連空軍志願隊として中民国空軍に派兵していた。しかしそうした訓練にもかかわらず、1939年の冬戦争ではソ連空軍に対して比較的小規模なフィンランド空軍に多くのソ連の爆撃機や戦闘機が撃墜されるという結果とり、依然として ソ連空軍パイロットの未熟さが露呈した。ソ連空軍はこの事態に対処すべく、スペイン内戦を起源とするソ連空軍防空部隊を直ちに設立するが、一撃離脱戦法に長けたフィンランド空軍のパイロットに立ち打ちすることはできなかった。この時期の先輩には、大粛清により壊滅的となった指揮官の存在も大きく影響していた。 こうした経験は1941年の対独戦、開戦前にソ連空軍はもちろんソ連の航空機産業に生かされることとなった。1941年1月1日、バルバロッサ作戦におけるドイツ勢の奇襲に対し、赤軍の8.65%を占めるソ連空軍の36万3900人の兵士を総動員した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。